久保さんまああのあれですねまあコンテンツというか内容が伝えられるか伝えられないかっていうな何すかね多分その DM 送っている一あのほとんどの層が何すかねうんー持ってないけど送るみたいな <laughs> イメージとしては自分の武器とかコンテンツ そういうのがないけれども送るみたいなまあそういうことをやってるんじゃないかなと思うんですよねうんだから何すかねうん手当たり次第にうーんあのチラシを入れるでもチラシの中身はないとうんだからそこにですかねちゃんとしたコンテンツがあるんだったらまあ話を聞いてみてねあのよかったらまあそうなるだろうしうんただこれは何すかうーん 初心者というか知識がないというか知識がない人からすると、まあ、それを内容がいいか悪いかっていうのは判断できない部分もあるんでこれも一概に言えない部分ありますねうんそうで僕の場合は、まあ、なんでその山口さんとそのじゃあ仕事しましょうってなったのかっていうとまず直接会えるってことですね DM 送ってきた人って多分会うなんだろうな直接会うことって多分できないと思うんですよ しかも会いに来るみたいなね。だから山口さんの場合は、まあ、会社まで来ましたからね。あのプレゼン資料を持って。普通に営業来ましたから。多分 DM、インスタとか Facebook で DM 送ってくる,る人って、DM 送りっぱなしで、でそこからメ,なんかそのメッセージのやり取りのみだと思うんですよ。実際にじゃあお伺いしますっつって、プレゼン資料を持って、ちゃんとコンテンツこういうことやってますっていうのを話に来る人ではないですよね、多分ね。うん。 でも山口さんの場合は、まあ、会社に来て、プレゼン資料を持ってきて、今こういうことやってるんです、つって説明があって、そう、面白いねってなって、まあ、エビデンスもちゃんとあってね、面白いねってなって、じゃあ一緒になんかやろうつってって、まあそこから始まったんですけど、逆営業ですよね。山口さんとしては自分のコンテンツなんですかね、あの、あれをこう、売りに来たんだけど、逆セールスというか、ジョイント、ジョイントセールスですね。で、そこから始まりましたからね、うーん。 そうでもねあれはね僕のやっぱ経験の中でもすごくいい経験でしたね初めて初めて僕がまあ仕事を取ってきたというか今,今までは上から仕事が降りてくるっていうのはほとんどだったんでうんまあたまたま僕が DM チェックしてお会いして話して仕事を決めるっていうので、まあ、全部一応僕が、うん、決めたんで。 なんか僕の色というかね、僕のエッセンスでやりましたね。完全に。うん。面白かったですね、でも。非常に。いろいろ面白かったし、なんか、濃いコミュニティができましたね。本当に。うん。まあ、普通やんないですよね。24時間ライブとか、何すかね、朝までやるとか。そう、朝までやるっていうね。<laughs> うん。そう、朝まで5、朝5時までやるみたいな。やってましたね。はい。いってらっしゃい。